はい、というわけで皆さんどうもご無沙汰してます夜メロンでございますけど、ここは、アビコ駅。今日は何するの？成田線のアビコ支線に乗ります。じゃあ早く乗るとしようか。まあその前に腹ごしらえとして、こちらの店で飯を食らいましょう。弥生軒。行けばわかります。はい、こちら唐揚げそば。おお、唐揚げが大きい。でかくてジューシーそうだな。満腹になる美味しい唐揚げでした。梅雨との相性も良し。それでは成田線成田駅に乗っていきましょう。ちなみに E231K0 番台という常磐線でも走っている車両に乗ります。常磐線の車両がそのまま使われているんだね。なんなら常磐線から直通する車両もあるくらいですよ。そんなわけで成田線成田駅に乗って成田まで行くことにしましょう。あ、所要時間の案内もされるんだね。43分くらいで着きます。成田空港まで43分で行けるのか。残念、成田空港は成田からもっと先です。ああ、そうなのか。ドアが閉まったね。最近になって常磐線の E231K は全て機器更新されてしまいました。機器更新？車両の古くなった機器などを取り替えて新しいのに変える工事です。そうなんだ。首都圏の車両では最近頻繁に行われている気がします。JR 東日本をご利用くださいまして、ありがとうございます。この電車は成田線成田行きです。次は東アビコです。千葉県は難読駅名が多いです。この駅は、湖北って読みます。こんな感じの駅名が続くの？ですです。アビコ支線は特に難読駅名が多い印象です。ところで車窓ですが、単線ということを除けば首都圏と何ら変わりない印象です。この路線って単線なんだな。常磐線は途中まで複線どころか複線なんですけどね。ローカル感は増していくのかな。成田に近づくにつれ、ゆったりとした雰囲気が出てきます。またしても難読駅名です。あ、またなんだ。ちなみにこちらふさと読みます。これまた難しい読みだな。にしても、撮影時はなかなか天候が不安定だったのですが、撮影時に雨が降らなくてよかったです。お次も難読駅名です。いや、さすがにこれは木下でしょ。木下以外ないだろ。世の中そんな甘くないです。難読ばかりだな。駅の読みはへんてこなくせに車窓は割と普通です。普通の閑静な住宅街って感じだね。まあ、アビコと成田ですから。ところで今にも雨が降りそうな天気だが本当に平気か。平気でした。ちょっとは降ったけどね。最近の優先席ってこういうモケットが一気に増殖しましたよね。でもわかりやすくていいんじゃない？それもそうね。こちらも難読です。また、暗色、とかか？正解を発表いたします。正解は、ドン。というわけで味気でした。わぁ。車窓はローカル感が増してきました。終点が近づいてきたな。そして車窓は安定のロングシート。いかにも通勤列車といった見た目だな。お客さんは全くいないけど。でもそれがまたいいってもんじゃないですか。ロングシート最高、ロングシート最高、ロングシート最高、ロングシート。次の駅がアビコ支線最後の難読。ほう。ちなみに下宇佐万崎と読むというものでした。夏の木を万って読むんだね。次は終点成田です。いよいよ終点か。そしてこの辺りに見えてきましたのは、成田湯川という成田スカイアクセスの駅です。静かなところにあるな。そしてすぐ見えなくなっちゃったね。とはいえあの路線、成田空港は割とすぐです。住宅地が見えてきたね。ここまで来れば終点はすぐそこなんですね。もう間もなく成田駅に到着します。成田線ってまだ続くの？千葉始発で銚子まで行く路線、成田空港に行く路線などたくさんです。そうなんだね。この電車はここで終点となるわけか。このアビコ支線の下りは成田駅以外はございません。上りは他にあるの？ざっくり3種類あります。主に首都圏方面に直通しますよ。品川まで行く列車もあるんだな。東海道線経由とはなっていますが、神奈川県内には入らないのでうんって感じです。横浜とかまで行かないんだね。あっという間に成田駅に着いちゃいました。ここからもっと先に行くわけだね。そうですね。ここから桜方面に行く予定。降りるエスカレーター間違えた。何やってんだ。直ちに戻るとします。戻ってきました。まったく。というわけで以上、成田線アビコ支線でした。難しい読みの駅名ばっかりだったね。ですね。じゃあ今回はこの辺にしようか。また、次の動画も。
見てください。